だる、マジ最悪。なんだ親に向かってその口の聞き方は。あんたなんか先輩のお父さんと比べたら全然しょぼいじゃん。何よ、お金ないくせにボランティアって。低収入の豚は父親じゃない。ガーン、ついに豚と言われてしまった。その先輩って誰なんだ。男か。昨日もそいつと遊んでたのか。あー、もう。そうだよ、冬道先輩はね、パパと違って超かっこいいんだから。冬道？院長先生の息子さんですっごいお金持ちで、大学の入学金も出してくれるって言うんだよ。だからパパに心配される筋合いなんてないの。え、入学金？ちょっとその話詳しく聞かせて。パパには関係ないでしょ。これ以上私に関わんないで。じゃあね。なあ、こら待ちなさい。あるか、冬道ってまさかな。スカットライン。俺の名前はヒロシ。医者をしていて、スカト町という小さな集落に大広クリニックを開院、日々患者さんの診療に奔走しています。ごめんください、大平です。訪問診療に来ました。俊夫さん、いらっしゃいますか。ああ、ヒロシ先生、待ってたんですよ。2、3日前からなんだか頭がぼーっとして。風邪ですね。安静にしていればすぐに治りますよ。お薬お渡ししておきます。ありがとうよ。お代は？もう大丈夫ですよ。訪問診療はボランティアみたいなもんなんで、お代はいりません。いいのかい？年金暮らしの年寄りにはありがたいけど。はい、町の皆さんが健康でいてくれたらそれで十分ですから、何かあったらいつでも連絡してください。それでは、ただいま。おかえり。はるか、待たせて悪かったな。俊夫さんのところに訪問診療に行ってて、すぐに夕飯作るからな。呆れた。またただで訪問診療したの？仕方ないだろう。この地域にはご高齢の方が多く住んでいて、みんなそれぞれに事情があるんだよ。そんなことくらい分かってるわよ。町の若い人は仕事を求めて都会に出ていくから、おじいちゃんやおばあちゃんが多いんでしょ。それに隣町の大きな病院まで車で2時間はかかるし、運転できない人や足腰が弱ってる人はパパのクリニックまで来るのも困難だ。だからパパはそんな人たちを救いたいと思ってボランティアで訪問診療をしているんだよ。でもお金を取らないのは違うでしょ。おかげでうちの家計が苦しいの分かってる？それはごめん。なあ、欲しいものがあるならお小遣い増やすよ。そんな多くはあげられないけど。いい、ただもっとお医者さんらしくすればって思っただけ。訪問診療だって立派なお医者さんの仕事だぞ。とか言って本当はサボってたりして。パパがそんなことするわけないだろ。ふん、どうだか。だってパパはママを見捨てたじゃん。はるか、違うんだ、ママのことはね。言い訳すんな、パパのバカデブ大嫌い。はるか、ちょっと待ちなさい。はあ、彼女は娘のはるか、高校3年生です。1年前、妻の優香が病気で他界。それからというもの、娘は俺を避けるようになり、険悪な仲になってしまいました。反抗期なのかな、優香、俺どうしたらいいのかわからなくなってきたよ。それにしてもデブは聞いたな。優香がいなくなってから不節制な生活が続いてるからな。よし、決めた。おはよう。おはよう、はるか。え、何その格好。パパ、これから毎日ランニングすることにしたんだ。それじゃあ行ってきます。はあ、どうせ3日も続かないでしょ。うはあ、顔洗ってこよう。数日後。ただいま。おかえり、はるか。担任の先生に聞いたよ、医大合格したんだって。え、あ、うん。おめでとう。さすがはママとパパの子だ。言っとくけど、パパに憧れて医大受けたとかそんなんじゃないからね。私絶対パパみたいなお医者さんにはならない。たくさん稼ぐエリート女医になるんだから。うんうん、はるかならなれるよ。子供の頃から医者になりたいって言ってたもんな。そうだ、おいしいものでも食べに行くか。寿司とお肉だったらどっちがいい？いい。遠慮しなくていいんだぞ。お金のことは気にしなくていいから。
違う、パパにお祝いされても全然嬉しくない。え、ママに祝ってほしかった。あるかそうだよな、パパなんかに祝ってほしくないよな。じゃあ詳しいことが分かったら教えてくれよ。ほら、保護者向けに入学の案内とか入学金の振り込みとかいろいろあるだろ。いい、全部自分でやるからほっといて。それは無理だろう。パパの助けなんかなくても私医大に合格することができたの。入学金も自分で払うから。あのな、医大の入学金と授業料がいくらするか分かってんのか。いいったらいいの。奨学金とか教育ローンとかあるでしょ。自分でなんとかするから、パパなんかもういらない。ちょっと何言ってるかわからない。なあ、はるか、どうしてそこまで言うんだ。ふっ、ああ、ちょっと待て、はるか。入学金どうしよう。勢いであんなこと言わなきゃよかった。ひょー、今年もいっぱいいるね。入学説明会にやってきた子たちが。さてさて、俺好みの可愛い子はどこかな。お、あの子可愛い。へい、彼女、俺と遊ばない？俺と遊んでくれたら何でも買ってあげるよ。結構です。ちゃ、なんだよ、つれねえな。今年は外れ揃いか。ああ、どうすっかな。てめえどこ見てある。え、あいたたたたた、ごめんなさい、私ちょっと考え事してて。な、うん、おいおいおい、この子くっそかわいいじゃん。ちょっと田舎臭いけど、磨けば光るダイヤの原石って感じ。ごめんよ、お嬢ちゃん、怪我はないかい。ああ、はい、私は大丈夫です。あれ、ここの学生で冬堂ボンタって言うんだ。君、名前は？大平遥です。今日は入学説明会に来てて。説明会の場所はわかるかい？よかったら俺が案内してあげるよ。本当ですか？実はちょっと迷ってて、お願いしてもいいですか？もちろんだよ。さあ、行こうか、遥ちゃん。はい。でさあ、その先生の講義がめちゃくちゃつまんなくて、ぐっすり眠るのにもってこいなんだよ。あははは、は、そうなんですね。でも私入学できるかな。え、どういうこと。ああ、ごめんなさい、初対面でするような話じゃないですよね。なんでもないです。なんでもなくないでしょ。どういうこと、俺に話してみてよ。何か力になれるかもしれないし。え、聞いてくれるんですか。当たり前じゃん、俺君の先輩になるんだし、困ってる後輩を見過ごすわけにはいかないよ。そんで、あわよくば。チャラそうな人だなって思ったけど、もしかしたら優しい人なのかも。実は私、ここの入学金を払えないかもしれないんです。お金がないの。はい、お恥ずかしながら。これはチャンス。じゃあさ、俺がはるかちゃんの入学金出してあげようか。え、いや、なんで先輩が。なんていうか、俺実はすっごい金持ちなんだよね、親が。本当ですか。でもやっぱ悪いですよ。まあ最初は断るよな。でも田舎もんみたいだから、もうちょい押せば落とせさ。お、説明会場はここだな。着いたよ。ありがとうございました。まあ困ったことがあったらいつでも相談してよ。とりあえず連絡先交換しない？はい、いろいろとありがとうございます。いいっていいって、もう先輩後輩の仲じゃんか。今度授業のこととかいろいろ教えてあげるよ。うーわー、嬉しいです。これからもよろしくお願いします、冬堂先輩。うひょー、かわいい。じゃあまたね、説明会頑張。はい、ではまた。それから1週間後。お待たせしました、先輩早いですね。だって今日ははるかちゃんと初めてのデートじゃん。デートだなんて、そんな、今日は大学のことを教えてもらうために先輩に来てもらったんですよ。いいじゃん、俺さ今日はるかちゃんと会えるのが楽しみすぎて2時間前から待ってたんだから。ええー、
早すぎですよ。先輩たら変なの。さっき来たに決まってんだろ。田舎もんはちょろいな。さ、行こっか。行きつけのカフェがあるんだ。でさ、俺の親父、実は医大の附属病院の院長なんだよ。だからお金だけは無駄にあるっていうかさ。え、先輩のお父様って院長先生なんですか？すごいですね。じゃあ先輩は？そうなのよ。次期院長とか言われてて、ほんと迷惑な話だぜ。はるかちゃんのお父さんはどんな人なの？私の父も医者なんですが。お、そうなんだ。でも先輩のお父様と違って全然稼げない開業医で、家は全然お金持ちじゃないし、だから父に入学金を出してもらうのは気が引けちゃうんですよね。それって家計を気にして入学金のことを言い出せないでいるってこと？まあそんな感じです。はるかちゃんめっちゃ優しいじゃん。よし、決めた。え？やっぱり俺が入学金を出してあげるよ。いえ、それは申し訳ないからいいですって。自分でどうにかしますから。いいんだよ。だってさ、好きな女の子が目の前で困ってたら放っておけないじゃん。好きな女の子？先輩、それって。恥ずかしいからあんまり言わせんなよ。でもそういうことだから。だから俺、はるかちゃんを助けたい。ダメかな？冬道先輩、私。よっしゃ、これは確実に落ちただろ、ちょれ。じゃあ詳しいことはまた連絡するよ。とりあえず今日は目いっぱい楽しもうぜ。はい。ただいま。はるか、遅かったじゃないか。今何時だと思ってるんだ。うっさいな。パパには関係ないでしょ。関係ある、親なんだから。子供のことを心配するのは当然だろ。こんな時間まで何をしてたんだ？誰と遊んでた？どうしてこんなに遅くなったんだ？ああ、もううるさい。パパなんかいなくなっちゃえ。こら、待ちなさい、はるか。ああ、またやっちゃった。あんなにきつく言うつもりなかったのに、いつもパパに強く当たっちゃうの。ねえ、ママ、どうしたらいいかな。あ、冬堂先輩からだ。今日は楽しかったね、はるかちゃん。また遊ぼう。冬道先輩だけはいつだって私の味方だ。翌日、行ってきます。待ちなさい、はるか。朝ごはんちゃんと食べてから行きなさい。いい。それに昨日の話もまだ終わってないぞ。ほんとしつこい。ほっといてって言ってるでしょ。ちゃんとパパに説明しなさい、はるか。昨日は誰と一緒だったんだ？ねえ、私小学生じゃないんだよ。もうすぐ大学生なの。もう大人なんだから好きにさせてよ。大学生なんてまだ子供じゃないか。だる、マジ最悪。なんだ、親に向かってその口の聞き方は。あんたなんか先輩のお父さんと比べたら全然しょぼいじゃん。何よ、お金ないくせにボランティアって。低収入の豚は父親じゃない。ガーン、ついに豚と言われてしまった。その先輩って誰なんだ？男か？昨日もそいつと遊んでたのか？あー、もう。そうだよ、冬道先輩はね、パパと違って超かっこいいんだから。冬道？院長先生の息子さんで、すっごいお金持ちで、大学の入学金も出してくれるって言うんだよ。だからパパに心配される筋合いなんてないの。え、入学金？ちょっとその話詳しく聞かせて。パパには関係ないでしょ。これ以上私に関わんないで。じゃあね。な、こら、待ちなさい、はるか。冬道って、まさかな。この頃から娘の帰りが遅くなりました。 LINE 送っても既読つかないし、連絡しても繋がらない。話そうとしても逃げられてしまうし、俺ってつくづくダメな父親だよな。ふう、今日の訪問診療はこれで終わりっと。さて、家に帰るか。お、俺は、はるか。隣にいる男は誰だ？おい、はるか。げ、パパ？え？パパ？君か。いつもうちの娘を夜遅くまで連れ回しているのは。え、いや、俺は。
ちょっとやめてよパパ。先輩は何も悪くないから。自分の子供が夜遅くまで遊んでいたら心配にもなるだろう。ほら帰るぞ。やめてって。これはそのデートだから。デートー。ああ、はるか、小さい頃はパパと結婚するって言ってたのに。ってそうじゃない。君、名前は？あ、俺は冬堂って言います。君が冬堂くんか。娘の入学金を出してくれるって聞いたんだけど、その話は本当なのか？よかったらこれから詳しく聞かせてもらえるかな。いや、その、おいおい、父親が来るとか聞いてねえよ。だるいことになっちゃったな。遊びの女の父親の相手なんかしてられっか。ま、そうだ、俺これから緊急の用事があったんだ。え？悪い、はるかちゃん、俺行かなきゃ。また連絡するね。それじゃ。ちょっと冬堂先輩、どこ行くんですか？どうも怪しいな。先輩。いや、お疲れさん。あ、来た来た。あれ、はるかちゃんは一緒じゃないの？え？あ、まあな。どうした？入学金を出してあげるくらいお気に入りの子なんだろ？はあ？入学金なんか嘘に決まってんだろ。あの女を落とすための口実だよ。うわ、ひでえ。相変わらず自分勝手なやつだな。うっす。はるかちゃんってさ、可愛いんだけど、そろそろめんどくさくなってきたんだわ。あの子ガード硬すぎて手も握らせてくれないんだぜ。そろそろ見切りつけようと思ってんだよな。じゃあフロア行ってナンパしようぜ。お、わかってんじゃん。冬堂先輩から連絡来ないな。 LINE も既読つかなくなっちゃった。大学から入学案内届いてないけど、先輩ちゃんと入学金払ってくれたんだよね。きっと大丈夫だよね。そうして月日は流れ、娘は医大の入学式に行ったのですが、大平遥香さんは入学金未納のため合格は取り消しとなってますね。え？期日までに入金がありませんでしたので。そんな、先輩に確認しなきゃ。ダメだ、やっぱり繋がらない。先輩の話嘘だったのかな。信じた私がバカだったの。パパは何度も入学金を払おうとしてくれてたのに、私は全力で拒否して。本当、私ったら何やってるのよ。いいじゃんいいじゃん。うん？向こうから聞こえるこの声。ああ、冬堂先輩。え？はるかちゃん？やっと会えた。おひさ。あの冬堂先輩、入学金が支払われてないみたいなんですけど。何のこと？入学金出してくれるって約束したじゃないですか。そんな約束したっけ？じゃあやっぱり嘘だったってことですか？ああ、もうこれだから田舎もんはめんどくせえ。そんなもん払うわけねえだろ。ズーズーしいにも程があるぜ。ひどいです、あんまりです。ったく、メソメソ泣いてんじゃねえよ。騙される方が悪いんだろ。まあいい勉強になったんじゃないか。次は俺みたいな悪い男に引っかかっちゃダメだぞ。じゃ、俺は忙しいからこれで。許せない。でも今はそんなことより、待ってください。なんだよ。頑張って勉強して合格したのにこんなのってあんまりです。せめて学長先生に直談判させてください。そうすればもう先輩には一生連絡しません。どうかお願いします。おいおい、何してんの。やめろって、みっともない。え、なになに、修羅場、三角関係。あの子泣いてんじゃん、かわいそう。本当にお願いします。めっちゃ見られてる。とりあえずどうにかしないと。わかった。わかったから。こんなところで土下座はやめて。じゃあ、お願い聞いてくれますか？はいはい。学長に会えればいいんだな。はい。ってことで、すぐ終わらせてくっからよ。待っててくれよな。俺の可愛い子猫ちゃん。失礼します。学長いますか？
おや、ボンタ君じゃないですか。どうしたんですか？まあいや、それがさ、この子入学金を納め忘れちゃったみたいで。納め忘れって、先輩が払ってくれなかったんでしょ？ああ、もう、今そういうのいいから余計なこと言うんじゃねえよ。はて、その子は？学長先生お願いします。私この学校に合格したんですが、ちょっといろいろあって入学金が間に合わなくて。お金は後日ちゃんと払います。入学式に出席できなくてもいいです。だからどうか私を入学させてください。お願いします。どういった事情かは知りませんが、残念ながら例外は認められないんですよ。申し訳ないですが、再度受け直してもらうしかないですね。あっちゃー、残念だったね。ま、そういう運命だったんだよ。それじゃあ俺は役目を果たしたので、この辺でアリュース。そんな。学長、失礼するよ。入学式のスピーチのことで話が…って、ボンタじゃないか。げー、親父。お前なんでこんなところにいるんだ。全然実家に顔を出さないが、ちゃんと勉強はしてるのか。まあぼちぼち。はっきりせんやつだな。おや、こちらのお嬢さんは。ボンタ、この子とはどういう関係だ。いや、はるかちゃんとはただの友達だよ。はるか。いや、まさかな。君、どこかで私と会ったことはあるかい。いえ、ないと思います。多分。君、名前は？大平はるかです。大平！もしかして、君のお父さんは、ひろし先生か？え？確かに、ひろしは私の父ですが。やはりそうだったか。いやー、大きくなったな。なんと、ひろし先生のお嬢様でしたか。え？どういうことですか？ひろし先生は元気かね？はい、特に変わりなく。そうかそうか、元気ならよかった。いや、独立してから心配していたんだよ。彼は自分を顧みないところがあるからね。患者さんを救うために常に奔走していましたもんね。あの父とは一体どういう関係でしょうか。おや、何も知らないのかね。父は自分のことはあまり語りませんから。彼らしいな。いや、懐かしいですな。学長先生も院長先生もパパのことを知ってるなんて。あの、よかったら父のこと教えていただけないでしょうか。ひろし先生はね、医者の鏡だと崇められている人物だよ。え？あの父が？はあ？あのおっさんが？そんな立派な人には見えなかったけどな。彼はもともとここの付属病院で医師をしていたんだ。そして私の元部下でもある。ちなみに君のお母さん優香さんもそこで看護師をやっていたんだぞ。え、お母さんも？ひろし先生はいつだって患者の病気を治すことに熱心だった。毎日毎日自分の身を削ってまでね。それは今もそうです。自ら患者さんの家に行って診察しています。しかも無償で。そんなことして何のメリットがあるんだか。君は本当にお父さんのことを何も知らないんだね。どういう意味ですか？あれはいつのことだったかな。ある時ひろし先生がとある難病に立ち向かったんだ。その病気に苦しめられている人を救おうと治療の傍ら何年も何年も研究に費やした。そして長年の研究の末に治療法を確立させたんだよ。その結果多くの患者を救うことができたんだ。難病の治療法？それってとってもすごいことなんじゃ。ああ、とてもすごいことだ。医師会の医学賞に選ばれたぐらいだからね。すごい。嘘だろ。だがな、彼は賞を辞退した。なぜですか？とっても名誉なことなのに。そういうものには一切興味がなかったらしい。そんなものよりも一人でも困ってる人を救いたい、そう言い残してある日突然病院を去ってしまったよ。そうだったんですね。彼を知る者はみんなひろし先生を崇めている。そんな彼を父親に持つということは
とても素晴らしいことなんだよ。私何も知らなかった。ごめん、ごめんね、パパ。実は私は君と会ったことがある。君がまだ3歳くらいの時だったかな。お母さんによく似て美人になると思っていたが、本当そっくりだね。優香さんは元気かい？母は昨年病気で。なんと、そんな優香さんが。すまない、何も知らなくて。いえ、葬儀は親族だけで行いましたので。はるかちゃんの親父さんってそんなにすげえやつだったのかよ。親父も学長も褒めまくってるじゃねえか。じゃあ何か、俺はそんなおっさんの娘を騙したってこと？こりゃまずいな。いろいろバレる前にこっそり部屋を出よう。私出直してきます。もう一度受験して必ずこの学校に入学してみせます。もや、これから入学式に参加するんじゃないのかね。それが大平さんは期日までに入学金を納入いただけなかったそうなんです。ほう、それはまたどうしてだい？え、やばい。おい、はるかちゃん、絶対にバラすんじゃねえぞ。はあ？おい、ボンタ、それはどういうことだ？その、なんでもなくて。はるかさん、息子に気を使わなくていいから、真実を話してみなさい。おい、お前、絶対に言うなよな。ええー、黙らんか。え？実は、冬堂先輩が。なんだと？おい、ボンタ。はい。院長先生、先輩のせいではありません。信じた私がバカだったんです。そうだよ、まんまと信じたこいつがいけないんだよ。俺はこいつに社会の恐ろしさを教えてやろうとして。お前は黙ってろ。はい。きっと今まで父に散々な態度を取ったツケが回ってきたんですね。皆さん、ご迷惑をおかけしてごめんなさい。冬堂先輩も私なんかに声をかけてくれてありがとうございました。今はめちゃくちゃ腹立ってますし、悔しいですけどね。はるかちゃん、ごめんね。俺が悪かった。でも許してくれるよね。だって俺たち付き合った仲だもんね。え、私たちって付き合ってたんですか？先輩のことを男性として意識したことは一度もありませんでしたけど。そんな、え、それじゃあ浮かれてたのは俺だけかよ。ボンタ、さては院長の息子という立場を利用して遥香さんに近づいたのか。天津さえ広志先生の娘さんを騙すとは。だって知らなかったんだよ。知らなかったで済むか。そうじゃなくても失礼千番極まりないわ。すみませんでした。はあ、お前には呆れたよ。お前のような奴に意志が務まるわけがない。学長、こいつを今すぐ退学にしてください。え、お前はもう私の息子ではない。感動だ。もう二度と私の前に現れるな。今すぐここから消えろ。そんなこと言うなよ、親父。素直に出ていかんのなら。ちょっと待ってよ、そんな。ごめんなさい。さて、邪魔者はいなくなったな。はるかさん、この度は私のバカ息子が誠に申し訳なかった。この通りだ。やめてください、もういいので。学長、はるかさんの入学を認めてやってはもらえないだろうか。私の顔に免じて許可してくれないかね。それは。いえ、結構です。なぜだね。今ならまだ入学式も間に合うだろう。そのお気持ちだけで十分です。私、ちゃんと受け直します。お恥ずかしい話なんですが、私、これまでずっと父のことを見下してたんです。なんで未然にを切ってまで患者を見るんだろう。バカじゃんって。そんなことはない。広志先生はとっても偉大な医師だ。ええ、先ほどのお話を聞いてよくわかりました。父には信念があったんですね。苦しんでいる人を救いたいという信念が。私、父のことをもっと知りたいんです。そのためにも、この一年は父と向き合う一年にします。そうしたら、私もいい医者になれる気がするから。そうか。それでは来年待っているよ、大平遥さん。はい、ただいま。
え、はるか、あれ、入学式もう終わったのか。ううん、参加しなかった。てか入学できてなかった。そうか、それは残念だったな。って、それどういうこと。話すと長くなるんだけどさ、まあ要約すると出直すことにしたのねえパパ。お、ごめんなさい。なになに、なんか悪いことしたの。まさか入学式で暴れたとか。違うよ、私何にも知らなかった。パパがすっごーいお医者さんだってこと。え、俺どうしたの急に。聞いたの、パパってめちゃくちゃすごい人だったんだね。すごい賞を受賞したんでしょ。なんで辞退しちゃったのよ、もったいない。なんでその話を知ってるんだ。冬堂院長にね、教えてもらったんだ。みんなパパのこと尊敬してたよ。なあ、冬堂教授か、今は院長なんだな。俺はそんなすごいことをしたつもりはないんだけどね。ただいつだって目の前のことに必死なだけだよ。それならさ、どうしてママのことは見捨てたの。はるか、パパな、ママのことを見捨てたわけじゃないんだ。あれはママとの約束だったんだよ。約束。ねえひろしさん、お願いがあるの。なんだい、ゆうか。もしも私が最後を迎える時が来たら。何言ってるんだよ、ゆうかは元気になって絶対に退院するんだから。聞いて、もしもって言ってるでしょ。はい。もしもそんなことになっても、ひろしさんは患者さんを優先してあげてね。ゆうか、だとしても俺は最後までゆうかのそばにいたいよ。ダメ、私を見とる暇があるなら一人でも多くの人を助けてあげて。私ね、あなたの信念を曲げたくないのよ。そんなあなたが好きだから、だからあなたについて行ったのよ。うん、ゆうか、わかったよ、約束する。どんな時も患者さんと向き合って一人でも多くの人を助けるね。うん、約束よ。ママ、そういうことだったんだ。私って本当にバカだ。パパ、今までごめんなさい。いいんだよ、はるか、もういいから。よし、私決めた。え、決めたって何よ。私、パパのクリニックを継ぐ。いや、それは嬉しいけど本当にいいのか。たくさん稼ぐエリート女医になるって言ってただろ。私ね、本当はパパに憧れてお医者さんになろうと思ったんだよ。私、パパのような優しいお医者さんになりたいの。はるか、ちょっとパパまで泣かないでよ。だって、もう。それから1年後、入学おめでとう、はるか。うん、ありがとう。この1年よく頑張ったな。勉強しながらバイトもして、貯めたバイト代で入学金払ったんだもんな。いや、本当に偉いよ、はるかは自慢の娘だよ。パパだってダイエット頑張って体型元に戻ったじゃん。ランニングは今も毎日続けてるしね。だろう、パパだってやればできるんだぞ。調子に乗るな。はい、訪問診療も手伝ってくれてありがとうな。うん、みんなとってもいい人だよね。私ってばすっかり町のアイドルになっちゃった。そうだよ、おかげでパパ一人で訪問すると今日ははるかちゃんはいないのかって言われるんだからな。はるかさん、入学おめでとう、この日を待っていたよ。ありがとうございます。ひろし先生、お久しぶり。例のことについては本当に申し訳なかった。そのことはもういいですって、あれから何度も謝ってくださったじゃないですか。院長先生、その後先輩はどうなったんですか。ああ、あいつはつてをたどって寺に修行に行かせた。あのまま世に放って私の名前で悪事をされても困るからな。住職曰くおとなしく修行に励んでるそうだ。そうなんですね、先輩の坊主姿想像したらなんかウケますね。いや、あの子なら案外似合うかもよ。ザキュー。
頭が寒い。ゆうか、見てるか、はるかは立派な医大生になったよ。もう少しだけそっちで見守っててくれよな。二人とも頑張ってね。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。